シャルル3世は、ブルボン公、モンパンシエク。父は、ブルボン家冒険のモンパンシエクジルベール。母は、マントバ公フェデリーコ一世の娘シアラ。兄ルイ2世の養精により1501年に、モンパンシエクを継いだ。ついで、ブルボン家宗家の相続人で、ルイ11世の外孫であるまた、10枚のシュザンヌと1505年に結婚し、 ブルボンイエイエ朝及び共同のブルボン公となった。シャルルは武勇に引いてており、1515 15年のマリニャーノの戦いにおける功績により、フランス王フランソワ一世によって、フランス元帥に任じられた。また、ミラノ総督にも任じられたが、フランソワ一世は、間もなくシャルルを解任して、フランスへ呼び戻した。1521年に、妻シュザンヌが死去すると、 フランソワ一世の母ルイーズ・ド・サボアはシュザンヌがシャルルに移送したブルボン公の所領の相続権を主張した。ルイーズはブルボン公シャルル一世の娘マルグリッドとサボヤ公、フィリッポ二世の娘で、血統上は優位の相続権を有した。シャルルに対し、ルイーズは自身との結婚による相続権問題の解決を提案したが、シャルルはこれを断った。 フランスは一世が母に代わって、所領を没収したことから、奮撃したシャルルは王を見限って、当時フランスとイタリア戦争を戦っていた神聖ローマ皇帝カール五世に接近し、アンドリアンデ・クロワを介して1523年に密約を交わした。カール五世は、その報奨として、姉エレオノーレとの結婚をシャルルに約束した。シャル,ルはさらに、 イングランドをヘンリー・パッセイとも密約を交わした。シャルルが企てた計画は、フランソワ一世がイタリアに出兵する隙をついて、ブルゴーニを攻撃するというものであり、見破られないようけ病を装っていた。しかし、フランソワ一世が陰謀の噂や、それを裏付ける手紙を手に入れたことにより陰謀は、発覚し、シャルル三世はイタリアへ逃亡した。カール五世はシャルルに、 ドイツ人とスペイン人の混成軍の指揮を委ね、シャルルは1525年のパビアの戦いでは、フランソワ一世を捕虜にするなどの活躍を見せた。フランソワ一世は、カール五世が王位を兼ねるスペインに護送され、シャルルもそれを覆う形で、スペインへ向かったが、スペイン貴族からは主君を裏切った、卑劣感とみなされた。フランソワ一世は1526年に、カール五世との間で、 マドリード条約を結んで釈放されたが、帰国すると条約の不履行を宣言して、翌1527年に戦争を再開した。カール5世は、フランスと結んだ教皇クレメンス7世への報復のため、ローマへシャルルを指揮官とする軍勢を侵攻させた。同年5月6日の教皇軍との戦闘において、シャルルは教皇軍を敗走させ、教皇はサンタンジェロ城に逃げ込んだ。 シャルルの軍勢は、ローマを包囲し、シャルル自ら陣頭に立って、指揮を取っていたが、はしごに登っているところを狙撃されて落命した。指揮官を失ったことから、皇帝軍は、統制を失い、ローマ略奪が引き起こされた。シャルル三世の死によって、初代ブルボン公ルイ一世の長男ピエール一世の、系統であるブルボン家の本流は断絶した。そのため、ルイ一世の四男、 ラ・マル・シュハク・ジャック一世の子孫である、バンドウ・ウムコーシャルルが、新たに、ブルボン・イエイエ長となった。フランス王及び、ナバラ王となった、アンリ四世は、バンドウ・ウムコー、シャルルの孫である。グイチャル・ディー・ニ川本・秀明役、イタリアセブン、P185 同、P186 同、P187 グイッチ・アル・ディー・ニ川本・秀明役、イタリア氏ト、P108。 小賀博と、和家、チェッリー日伝、上岩波文庫、1993年、P117 から118。ありがとうございます。